フォーサックウェアは位置情報に基づいたソーシャルネットワーキングサービスのウェブサイト、携帯電話用ソフトウェア、およびゲームである。利用者は携帯電話のショートメッセージサービスでメッセージを送ったり、携帯端末固有のアプリケーションを用いて、ベニューと呼ばれる特定の場所でチェックインする。フォースクエアの利用者には特典が与えられ、またバッジが与えられるときもある。フォースクエアは デニス・クローリーとナビー・イン・セルバドライ氏によって作られた。クローリーは以前に同様のプロジェクトであるドッジボールを設立したが、ドッジボールは2005年に Google に買収された後2009年には凍結された。2013年9月の時点で累計ユーザー数は4000万人以上、累計チェックイン数は45億回を超えた。2014年5月にックウェア社は新アプリ、 スワームを発表。チェックインや特典やバッジといったゲーム機能やライフログ機能をスワームへと分離し、フォーサックウェアは現在地付近にあるユーザーのおすすめの店や名所旧跡などを紹介する地域情報サイトに特化することとなった。スワームとフォーサックウェアはベニューを共有しており、スワームではフォーサックウェアに書き込まれたベニュー情報を確認でき、フォーサックウェアで 最寄りのベニューにチェックインしようとすると、スワームが起動するようになっている。フォースクエアは登録した利用者が友人と繋がったり、居場所を更新したりすることを可能にするウェブサイトとモバイルアプリケーションである。仕事以外の時間や週末に会場でチェックインすると特典が与えられる。利用者はチェックインするときに更新する自分の Twitter や Facebook のアカウントを選ぶことができる。 フォースクエアは iPhone アプリケーションのバージョン1.3で友人の更新を知らせるプッシュ型通知を可能にした。フォースクエアはこれを Pings と呼んでいる。利用者は特定のタグがついたベニューでチェックインしたり、またはチェックインの頻度に応じてバッジを獲得することもできる。同社は将来的には利用者がサイトへ利用者独自のバッジを 追加することができるようになると明らかにしている。もしある利用者が別々の日にあるベニューへ他の誰よりも多くチェックインしてまたその利用者にプロフィール写真があれば利用者はそのベニューのメイヤーとして認定される。他の誰かがメイヤーより多くチェックインすると前メイヤーに代わって新しい利用者がメイヤーの肩書きを獲得する。利用者は私的に使うために トゥードゥリストを作ったり、また他の利用者が読むことができる、ティップスをベニューに追加できる。それらはそのベニューでの素晴らしい食事や体験の提案として役立つ。フォースクエアは2009年に、アムステルダム・アトランタ・オースティン・ボストン・シカゴ・ダラス、フォートワース複合都市圏、デンバー・デトロイト・ヘルシンキ・ヒューストン・ラスベガス・ロンドン、ロサンゼルス・マイアミ・ミネアポリス・セント・ポール都市圏。 ニューヨーク・ピッツバーグ・フィラデルフィア・フェニックス・ポートランド、サンディエゴ・サン・フランシスコ・シアトロ・トロント・ワシントン・ DC、ソウル、そしてインドのボンベイなど、世界的な100都市圏だけで限定的に利用できる状況で始められた。2010年1月、ホーサックマヤは、世界中のどこからでもチェックインできるように1モデルを変更した。2010年3月の時点では、ホーサックマヤは、 国際的に50万名の利用者を抱えている。2010年3月現在、4スクエアには iPhone、Android、HP WebOS、Blackberry よび Windows モバイル用のアプリケーションがある。2010年2月、同社はファンに小技、特典や新しいバッジを提供するため、ザ・ゴッド、ブラーボ、コンデナスト、ニューヨークタイムズおよびその退屈化の会社と、 新しい商業提携を結んだ。2011年2月、KDDI がホースクエアと提携し、KDDI から販売される端末へ、ホースクエアアプリケーションへのショートカットを搭載することが発表された。2012年4月、累計ユーザー数は2000万人以上、累計チェックイン数は20億回を超えた。2012年9月、ローソンがホースクエアと提携し、 米国外企業としては、初となるクーポン発見や日本企業初のパートナーバッジ提供を始めた。様々な場所でチェックインすることでバッジが得られる。一部の街では特定の街だけで獲得できる固有のバッジがある。しかしながら、フォースクエアはバッジを扱う方法を変更し、現在は利用者がバッジを獲得したとき、利用者は全ての街にまたがるバッジを持つ。 一度プレイヤーがバッジを獲得すると、バッジは、その利用者のプロファイルに無期限に残る。多くのバッジを解除する方法は、フォースクエアの企業秘密である。使い方の同票として獲得できる一握りの入門用バッジがある。いくつかのバッジは、ベニュー、タグに結びつけられ、そのバッジはベニューに適用されたタグに依存して得られる。その他のバッジは街、ベニュー、イベント、 または日付を特定することがある。いくつかのバッジは同じアイコンを使うが別々に得られる。またいくつかのバッジは似通った名前がいくつも付けられているが、獲得条件はそれぞれ異なる。2017年に、フォースクエアはそれまでの3段階しかなかったステータスを変更し、10段階のスーパーユーザーステータスの提供を始めた。なお、 スーパーユーザーステータスによる権力の違いは公式にはアナウンスされていない。レベルに応じた編集権限が与えられ、その貢献度により自動的に昇格していく。公式スポットの閉鎖が行える。ゴマージされたスポットを元に戻すロールバックやロックされたスポットへのアクセスが可能となる。ベニューの別名を作成やスポットの間違った情報を削除する能力など、 従来の SU3 に相当する権限が与えられる。2013年9月現在で147カ国4万人のユーザーがスーパーユーザーステータスを付与されている。ありがとうございます。